こんにちは、プリママレットクラス田中です。今回も生徒さんにご協力いただき、グランワルツの動きについてビフォー&アフター形式でご紹介していきます。より普段のレッスンが充実していくヒントをお伝えしています。ぜひ最後までご覧ください。Thank you.
引いていたエネルギーを前に返していける、ちょっと動きのつなぎ目で、そう切れてしまわないように次にそこそこ入っていけるようにしてあげてください。今頑張るので一番大事にしてほしいのがやっぱり大きなジャンプを伸びやかにぐちゃぐちゃしていってほしいなと思います。なのでその大きなジャンプの前に大体助走ステップがセットであるので、その助走ステップをぜひちょっと見直していきましょう。大きなジャンプを蹴ってアラベスク入る前のシャッセですね、助走ステップね。しっかり自分の重心をぐっと左の足に乗せていって、はい、上に飛び上がる。で次もこの右の足にしっかりシャッセをついていって、さあしっかりと入っていく。で最後もグラバドシャの前のホンベパドブレをしっかりと重心しっかり移動をさせていって、そうそうそう、後ろの足までね伸ばしよろしくお願いいたします。それではまた。